本田さん。おはようございます。おはようございます。どういうちょっと経緯か説明してもらっていいですか。桜井さん。桜井さん今来てます。はい。この八号。これ面白い。はい。これは売り物じゃないんですけど、うん、僕をイメージして作ってくださったみたいで。なるほど。ただ何かいいのが作れたらなと思って、なるほど、いろいろ話してるうちに、僕やってみましょうっていうことで。なるほど。はい。ちょっと水抜けだな。で、今回はちょっとうちにあったこの黒松植えてみて、はい、で、まあ、せっかく2段あるんで、うん、高低差をつけて、まあ、ちょっとこの値上がりを出しつつ下がる、まあ、下がるまではいかないですけど高さで、ここにまあ本来は石章みたいな、うん、短いのがあればいいんですけど、とりあえず今日は苔にしてみようかな。か、あとはまあちっちゃい息の下みたいなのでもいいんかもしれないですけど、これとの相性を見て作ってみようかなと。ほんまに根は崩せない。そうですね、ちょうどカラカラだったんで。ちなみにこれ色鉢だけど釉薬使ってないと。釉薬さ、なので漂白系も植えられると。この自然の味が出ていいですよね、うん、全面色が違うんですよね。色が違う。ここはもうこの黒が効いてていいですよね、うん、そうですね、はい、こっちを正面にしようかな。これさっき持ってきていただいたやつで可愛いって話してたやつです。この、うん、映ってます。ピンクが映ってってると思うけどな。ピンクなんですよ。ピンクで超綺麗ですよね。これいいんですよ。でこの地が黒っぽいような土を使っていて、うん、全体ピンクっぽいのがふわっとかかってるんですけど、この変色の赤とピンクと黒っていうこの、まあ、コントラストというか綺麗ですよね。何とも言えないあったかみも感じるし。これ何植えたらいいですか。でもいいと思うよな。なんだろうな、ヘロヘロっとしたもの。ヘロヘロっとしたもの。赤松とか。赤松でも合う気がするけどな。緑でも生えると思いますしね。でこの桜屋さんの鉢結構僕も使ってるんで、はい、お店でも使ってますし分かってるんですけど、だいぶ水はけがいいので、もう細かい土だけやっちゃってます。これはこの大きさだと入れてあげて。準備不足でした。準備不足でした。何回も往復、何回も往復してますね。まあ、一応作ったんで、はい、冬場はちょっとハウスの中に入れとこうかなとは思ってますね。はい、なんかあんま見ない絵ですね、この形。じゃあ良質な当時の苔をありましたっけ。あ、良質な。これちょっと前に動画で出たやつか、うん、お腹なりました。食べ物ください。できました。どうでしょう。いやー、なかなか見ない絵だね。ちょっとあってもいいかもね、雪の下かなんか。この足どう。
ね、ちょっといいんじゃないですか、あった方が。これは売れるね。売り物じゃないんすよっていう。一緒です。あ、一緒、はい、中は繋がってるんですか。あ、繋がってないです。中は繋がってないです。はい、別室です。別室、はい、別室確かに別室。みんなの好評終わりました。結構好評でした。あ、そういう好評。かわいい。かわいいですね。やっぱこういうものを作っていただいたんで。そうですね。はい。これ当選で買えるんですね。買えるんですか。ああ。桜井さん。8です。はい。そうそう、まあ同じようなのはだ、作りますということだったね。はい。こういうのがあっても面白いですよね。さ、定期的にどのぐらいですか。3ヶ月に1回ぐらい入ってくるんですか。当然さ、だから結局1日1個作れるか作れないか、そうらみたいですね。なの で, の中で、その中でも僕のために作っていただいたんで、うん、感謝してちゃんとこれを大事に育てたいかな。わかりました。当然には置いてあるんで、はい、鉢もね、いろいろあるんで、はい、さっきの鉢とか、うんうん、いろんなのに植えてみ、植えてるのももちろんあるんで、それも聞いてもらえれば。そういうことで、はい、ていうかこの黒松も味があっていいんで、これ同じのもあるんで。そうですね、はい、ぜひとも、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ゼロさんから1周年記念の盆栽系ファンよりって書いてあるけど、いただいたんですよ。はい、開封しましょう。はい、なんだか全然わかんない。なんで盆栽が送られてくると思ったの。動画で使ってくださいみたいなね。ああ、祝盆栽系1周年、同年といえば酒、飲んでください。これじゃないですか。いかがですか。何、同年と、同年って何。これはうわすげえ、これすごくない。すげえ、いやすごい量ある。やったじゃないですか。嬉しい。朝日キリン札幌サントリー裏面を読む。何よりも嬉しいものが届いたじゃないですか。盆栽より嬉しいじゃないですか。こんな、これ何、コピってやると、だからこれで2巻もらえるんですよ。350コンビニとかで。うん、いやだからその対象が書いてあるんですよ裏に。あ、表示共通点の書いてあるとこに持っていけばいいんですよ。マジで。じゃあ1ケース分これ、これでみたいな。2巻ですよ。2巻で1枚だからめっちゃあるっすよこれ。ありがたいね。しかも有効期限が、うん、でもすごいよこれ。やばいっすよ。いやちょっと痛風待ったなしで。ありがとうございました。ぜひ当時園の方に送っていただければ受け取りさせていただきます。いやありがとうございます。いや一番嬉しいねこれ。